2012年にアダルト業界での経歴をスタートさせるフランス系カナダ人とイタリア系アメリカ人の地が流れている大学在学中授業料を払うために1年半ほどストリップで働く看護学の学士号を取得し7年間看護師として勤務していたことがあるポルノ映画に出演する前の約3ヶ月間 ウェブカメラモデルとして働いていた。2012年3月にポルノ映画産業に参入した。最初のシーンはブラザーズ作品のピーピングアットザキーホールにおけるフェニックス・マリーとレイチェル・スターとの共演であった。彼女の最初の男女の絡みのシーンはマニュエル・フェラーラとのものであった。2015年5月、彼女はアークエンジェル・プロダクションズとスタジオ専用の 自人主観のセックスシーンを行うための一年契約を結んだ。翌月、ゼロトレランスエンターテイメントに非独占契約の女優として雇用契約を結んだ。契約には監督する機械と彼女の体をもとに成形された大人のおもちゃの発売が含まれていた。その年の後半には TUSHY.com のミスツーシーで最初のアナルセックスシーンを撮影した。 2016年、ゼロトレランスエンターテイメントは、彼女の監督デビュー作である、ビジョンズ・オブ・ラストをリリースした。2015年に、タレント・エージェント・ソサイティ15を立ち上げた。また、自身の制作会社ラスト・アーミー・プロダクションズも、所有している。このスタジオの最初の映画、ファースト・アナル・ラストは、2016年3月28日に、リリースされた。 警察官と結婚しており、一人の娘がいる。また、ミシガン州、シェルビー群区に家を、そして、ロサンゼルスにマンションを持っている。ありがとうございます。